東京タイガーです。今、金塚公園ですね。ソニックシティの隣ですけど、来てまして、ちょうど糖尿病の医者にね、行ったんですよ、昨日ね。で、その時に、お釣りをもらったはずがですね、もらってなくて、で、受付の人も渡したはずが渡してなくてですね、お互い気がつかずに、で、その後連絡が来て、渡すの忘れましたって言ってですね、小銭は受け取ったんですね。そういえば私小銭受け取った。あちらも小銭は渡したんですけど、で、紙幣の方をもらってなかったんですね。だから6000円を今、受け取りに行くんですが、なんだろう、小銭を渡して、小銭を受け取って、お互いに紙幣を渡すのを忘れ、もらうのを忘れ、帰ったわけですけど、なんかすごい、まあ働く人も疲れてるし、まあ、私も働く人ですけど、最近いろいろあってですね、嫁のこととか、人生のこととか疲れてるし、まあ、なんでしょうね。6000円のお釣りをもらい忘れるって、そう簡単にないんじゃないですかね。それがすごく自分の中でびっくりでした。今日はですね、ご報告があります。それは、今後ですね、更新を、月曜日、水曜日、それから金曜日、それから土曜日ですね、4回、20時に、要はアップすることにしていきたいと思っております。まあ、それだけなんですけど、ちょっとね、ご報告というのがちょっと、びっくりされた方もいるかもしれないんですが、これがいわゆるまあ、YouTube のやり方のようで、ちょっとね、皆さんをびっくりさせてみました。はい、お騒がせいたしました。2分半の短い動画ですが、今日の、動画とさせてください。以上です。